社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております。コラボズの江川です。さあ今日3本目の動画です。動画の活用方法、動画の活用はいくつかあるんですね。一つ目はまず動画を撮影して、編集し終わったら YouTube に上げるっていうことが1点ですね。 YouTube に上げる理由っていうのは、動画ってやっぱりデータ量が重いんです。でそのままの動画を、人に送ろうと思うとものすごくこうデータ量取られるし、受け取る方も非常に迷惑なんですね。でそれを YouTube に上げてしまうと URL が発行されます。その URL をお友達やお知り合い、お客様っていうところに送るだけで、それをタップしたらすぐに動画が見れるということなんですね。ということでまず1点目は YouTube に上げるっていうことです。で2つ目、上げた YouTube の動画を、これはホームページに、皆さんにお伝えしようと思うんだったらホームページに載せるっていうことを、心がけてください。そして、3つ目はブログに、その YouTube の動画を貼り付けることによって、URL ですね、貼り付けることによってサムネイルという、あこれは動画ですよっていう、画面がブログに入れるなんかすると出てきますので、そういうブログでの活用、そして SNS 活用ですね、これ非常に重要ですね。1回だけじゃダメですね。何回もその動画の紹介文を 2,3 行にして送っていくっていうのは非常にいいです。まず見てもらう、で見て興味を持ってもらったらチャンネルに入ってきた他の動画も見に来ます。はい、もしくはそのまま、ホームページに入ってきたりします。そのホームページにどうやって入ってくるのっていうのは、説明欄のところに必ず自社のホームページ URL を貼り付けておいてください。そうすることで、ホームページに入ってきやすくなります。あともう一つは YouTube チャンネルのチャンネルアートというヘッダー画像のところにも、はい、URL を貼り付けられることができます。はい、こういったところで動画、ホームページ、問い合わせとかですね、動画、ランディングページ、問い合わせと、こういうふうな流れを作っていくの非常に重要だと思います。あともう一つ、これオフラインになるんですが、YouTube に上げると先ほども言ったように URL が発行されますので、これを QR コードにして、そして、名刺に QR コードを入れる、チラシに入れるなどしてみてください。そうすることで作った動画をより多くの人に見てもらうきっかけっていうのを作ることができます。はい、参考になったら幸いです。はい、この動画終わります。レッツ動画。